なんだろうこの泉は。マンボウが池。なんもないね。なんか投げ込んだら強化されるみたいなさ。おっ、かわいいリボンつけた。オレーシー、元気になる秘密を売っている。42ルピーで秘密する？するでしょう。ぬりぬりどうもありがとう。秘密の薬を塗っておいたわ。ハートがゼロなるい？これ。復活か？でかいな、それ。海岸の方の。なんか岩とかあったよね。あ、ここ行ってんじゃん。ほー、深くない？あ、行けた。これはフックだね。あっちはね、森はそんなもんかな。一回村行ってみようか。お、見逃すところだったぜ。来た。何か重要そうな貝殻。確かさ、買えるでしょ、なんかしら。この200ルピー。うわー、200か。爆弾もあるぞ。これでもいいよな、多分。スコップ手に入れた。さあ、穴を掘ろう。押してジャンプ使うからね。これどこでも掘れんだ。やば。バンバンのとこ行こう。なんか言ってくれんじゃない？バンバンのこととっても感謝してるザマス。ほんと親切な坊や。お礼はこれザマス。おい、お前ふざけんなよ。ラムニャンニャンからお礼をもらったクソが。ラッキー。頬をあからめてる。違うだろお前。このツボはオッケーなんだ。あ、森でさ、あれ取り逃してんじゃん、ハートのかけら。おだよ。これ向こう出てから押して持つと。よし、いくつだ？半分。多分なんか岩で通れなかった場所があったと思う。こいつかな、貝殻集めみたいの。缶詰か。え、缶詰。ええよ。食べた。こりゃうまい。ほな、お礼にバナナをあげる。ドッグフードあげたらバナナ。ドッグフードのことだね。なんかごっつええ感じ。猿みたいなやつがいて、お前じゃね？違うのか。来た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 。50ルピー。嬉しいような。入ってないね。お？いい曲。タンスの扉が外れてる。もう随分と前から使われていないようだ。何これ。お、巻貝だ。この花がなんかあるみたいなことかな。だんだん花が咲くみたいな。うわー、これ無理っしょ。あ、なんか岩もあったな。持ち上げたらこれ多分なんかあるぞって言った気がする。あ、そう、電話をしてみよう、まずな。村の南東穴ぼこ畑にリチャード。この辺？村から東に行って出れるかな。あー、ここ岩だ。ウクク草原。草原がどうのって言ってたな。はい。何？この上、断平の小屋。いいね、いいね、マップが解放されていく。蘭平の小屋ね。ショートカットになったってことかな。うい、こいつ、ジャンプ切りか？ここ通んないんだ。これ向こうから押したいね。ダメだ。ひび割れたら押す時間がない。これで、これで OK だ。おい。50ルピー。あれ？これは？押して。押して。OK。よっしゃー。あと一つ。あ、これワープできんじゃない？来た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 、これ便利。あ、ここはリチャードだ。これはまさかカエルのために金はなる。いや、僕はこう見てもお城に住んでいたこともあるんだけどさ、家来に魔物が取り付いてたんで逃げてきちゃったんだよな。知ってるね、あの神家を。なあ、僕の頼みを聞いてくれないか。お礼にいいものをあげるからさ。逃げ出すとき、お城に置いてきた黄金の葉っぱを魔物から取り返してほしい。わかった。実は葉っぱ5枚なんだ。あ、戻ってくる前にスコップ買っといてね。じゃあよろしく。買ったぜ、スコップは。神ゲーなんだよな、このカエルのために金はなる。カナレットの城まであと10分。遠いね。ああ、ここスコップで。かけらあるじゃねえか。うい。こいつらみんな、羽をつけてる。上行ってもこれは意味ないよな。あいつあと50本きたきた。あかねあれリチャードなんつってた。羽があバナナじゃないの。バナナだ。ウッキウッキくれてやるぜ。来たみんな。お橋か。これで城の内側に入れる。お猿のお橋。お猿が残していた棒切りを拾った。これは泳げないから侍みたいのがいるな。ここにも電話。あーう来たぜ。地下から入るぞ。おいほい。入ったんじゃね。ごめん弱っ。見た目に反してワンパンだぞこいつ。なぜか端っこにいる。あこれパリだ一応な。270あるからハートのかけら買えるな。ういであいつ魔法の粉じゃね。ういおきた。羽1枚目黄金の葉っぱか。ういほい、ナイスパリー。で飛びの早えな。おああ開門。お城の門が開いた。これで帰りは楽ちんだ。ひび割れてんなあれな。爆弾か。爆弾売ってたんだよな。え外出ちゃう。あー別口から降りるだけだねこれ。んスイッチか。爆弾だな。装備しといて。あれ壊しに行くか。ここ左か右か。いで右行くわ。はいおいふざけんなお前。え、どっちもこれもしかして貴重な俺の一個がお前まさかそれだけ買ってくるか爆弾を。何もねえもんなあ。こいつ倒したらくれそう。はい、絶対くれるでしょこれ。やべ、結構強い。くそ向こうか。シャビンゴ。え、羽だ。なるほど、そういう入手のパターンもあり。ハゲは削っておく。なんか出るかもしんねえからな。やべ、体力はやべ。一応岩も開けとくか。何があるかわからんこのゲーム。特にないね。ショートカットが開いた。行ってないな。そういや、一旦行くか。うい、やべ、盾持ちがいる。さあ無事。やだ、死にたくねえ。あ、ぬりぬりしてもらったからな。上か、受けるタイミング。あ、貝殻だ。結構持ってるぜ。ん？誰もいない館に声が響く。私は貝殻の館に宿るしも闇の力に挑むものを待っていた。島に隠された秘密の貝殻を集めよう。集めし貝殻を持ちて題材に乗るがよい。資格のあるものに光の力を持つ剣を与える。え？剣？あ、ちょっとしか溜まってない。全然だったな。くれこいつを。え、縦20ルピー。何それ。あ、弓を売ってる。あ、安い。うわ、高え。これ買うわ。ほい。来るぞ。4つ揃った。強化されてきたね。上の方にもねワープスポットあったんだよね。解放したい。買ってきたぞ爆弾。やめろ。くそ、こいつらペース速いんだよな。あ、開いたままだね、あいつね。ワインにして。ほい。お前。いや、こいつら全員倒せば。来たぜ。3枚目。あいつ持ってるよな、羽な。いけなかったよな。あ、シャッターが降りるんだ。壺のマークがあるぞ。壺で当てろ。神。ちょっと待って、あいつやべえ。ガードか、ガードできねえ。押せ。あぶねえ。パンパンで死んでたぜ。4枚目敵が持ってんのかな。駆逐していくか。倒した気もするんだが、いや、一人倒してね、あの粉のやつ。早えんだよな。ポパリね。はい。ああ、盾外さなくても切れんだ。なるほど。ちゃんと入れ替えてた。こいつが持ってんじゃねえの？なんか動くとかね。全部クリアにしてこうな。あのカラスか？臭いね、あいつ。あ、来た。いける。いや、違う、タイミングだ、これ。きたー。ついに最後の1枚を手に入れちゃったぜ。じゃあ、とりあえずリチャーのとこ持って行って鍵のことを聞こう。持ってきたぞ。トレビアン、葉っぱがすべて揃ったんだね。さあ、このカエルの像を動かしたまえ。僕からのお礼の印だよ。うっ、階段。落としてジャンプと。あ、貝殻だ。これでも貝殻相当集めないとあれたまらんぞ。光の剣。う、まだある。おい。違う出口か。穴ぼこ畑。うわお、マジかよ。そういうことか。何偽りねえな。だけど何かあるだろう。えっ、くそ、意外と落ちるぞこれ。冷静にいけば大丈夫。ここだね。何？ジャンプ切りか？おい、穴じゃねえか。え？2つは越えらんないもんな。ギリじゃん？あ、無理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 。やっぱスーパージャンプの羽があるよな、多分な。明らかいけないもんな。ん？足元に秘密あり。これのことじゃないのか？ザク。来たぜ。スライムの鍵あったね。ぴょん。なんかさ、掘ったらさ、出てきそうだけど、さすがにそれはねえか。あ、近いな、これだ。なんかすげえ看板ある。ジャリン。ん？いけないんだが。ああ、これ海よ。あ、こうぴょんっていけば、ぴょんぴょんぴょんでいけんのか。